いや、俺はね、もうでもね、もうやばいよ。俺はもうやばい。本当にもう、この先生きていけないです、僕は。もう終わりだよ。俺の人生も終わりです、本当。もう正直ね、だんだん諦めてきた、俺の人生。もう無理だなと思ってきた、正直。もう無理だよ。僕の人生なんてもうね、この先お先真っ暗っすよ、もう。もう多分死ぬ寸前まで、カイジのね、カイジの漫画じゃないけど、死ぬ間際までヒカキンがって多分言ってるかもしんない。本当に。俺、息を引き取るその瞬間まで、俺はヒカキンになるんだ、将来ヒカキンになるんだって言って、命を、それでいいの、それで多分なくなっていくと思う、俺は。きっともうそれで終わりなんだ、俺の人生。俺はヒカキンになりたいって言いながら多分死ぬんだよ。もう俺の人生なんてきっとそれで終わるんだよ。それで終焉ですよ。それが俺の結末ですよ。人生の。もうだんだんそんな気がしてきた、俺。もう俺の人生、この人生ダメだ、もう。もう無理。再起不能です、申し訳ないけど。もう活動限界だよ。暴走モード突入できんよ、もう。もう終了です。まあ森くんがね、 YouTube で成功しないのは断言できるけど、でもある意味俺森より積んでんだよ、人生、人生っていう目で見たら。だって森なんてさ、まあ今んとこね、俺よりもふわっちの収入はあるし、まああと最悪森なんて生活保護も受けれるんじゃない、最悪稼ぎがゼロになっても、なんか足悪いし、生活保護もワンチャン受けれるだろうし、最悪生きていく上で困りはしないんだよ。ある意味。まあ、てか、どっちにしろ多分そんな長生きもしないだろうから、そんな長生きもしないだろうから、まあ別に今ね、それなりに稼いで、そのまま死ぬ可能性も高いし、で、仮に長生きして、ね、ふわっちとか配信で稼げなくなっても、最悪多分生活保護を受けれる可能性全然あるし、ある意味森ってもう安泰なんですよね、生きていく上で。ある意味、超最悪生活保護あるしさ、まあある意味国に保障されるから、最終的に人生が生きるそのライフラインが国に保障されるから、最悪。ある意味俺の方がやばいよ。最終的に国守ってもらえるじゃん、多分。だってあれ本当糖尿で歩けないのは本当なんでしょ、だってあれ。だったら多分働けないっていうさ、生活保護認定とかも受けれる可能性全然あるからね、あんなの。最悪国に守られるから。俺なんかどうしたらいいんだよ、マジで。俺なんかさ、本当に働けないのにさ、でもあなた五体満足ですねって、仮に俺が生活保護を受けに行ったらさ、ね、俺はでも精神的に働けないのに、精神的っていうか人間性的にというか、でもあなた五体満足じゃないですかってね、門前払いされる可能性あるから、もう最悪国のライフライン多分使えないんですよね、多分。そしたらもうおしまいだよ、俺。そしたらもうおしまい、収入なくなったらおしまい、配信の。もう生きていけない、本当。そしたらもう将来ホームレスだよ。そしたらもう将来ホームレスです。
もうそしたら僕はあれですよ、ね、上野公園の上野公園でもう寝泊まりして、あれですよ、なんか焼肉屋とかの焼肉屋の前に出てるあの生ゴミの袋の中から残った残飯のキムチとか漁って食うしかないよもう、うん、あでもあれってもうなくなっちゃったんだっけ。今ってさ、なんかあの都内ってさ、その生ゴミを店の前とか出しちゃダメなんだっけ。あれ昔あったよね、昔そういう人いっぱいいましたよ、上野とかいた時そういう人いっぱい見てきた。なんか焼肉屋のなんか目の前とかに生ゴミとかめっちゃあるのよ。なんかこうそのお店がなんかこうまとめてなんか置いてたんだけど、その中になんか残飯のキムチとかそういうのあって、ホームレスがそれ漁って食ってたの見てたもん。あどうもこんにちは。うん。金があるうちにドバイに行けばホームレスでも月収800万。ええどういうこと。え何、ドバイに行くと月収800万って何。ドバイに行ってなんで月収800万なの。そういえばさ、与沢翼とかさ、ドバイ行ってさ、すげえなんか お金持ちになってるよね、リッチに。えドバイ行くとなんでお金儲かんの、800万も。ドバイチャンス来たかこれ。ドバイチャンス使うかこれ。ドバイ行ったらなんでお金が800万もらえるの、もらえるってか稼げるの。物乞い収入が高い、マジで。じゃドバイに物乞いしに行くか、じゃあもうえどういうこと、ホームレスで物乞い、マジっすか。ドバイはお金持ちが多いから、マジで。じゃあ何、ドバイ行ってあのお金恵んでくださいみたいな、なんかこういうなんかこうさ書いたなんか紙みたいな持ってれば800万ぐらいもらえるってこと、お金持ちから。本当に、マジで。ドバイで乞食するしかないじゃん、もうそしたらドバイで乞食するしかないやん俺の転職ってドバイで乞食なんじゃないの、もしかして。えでもさ、乞食でも年収800万あったらもう仕事じゃねえもん思いませんもうさ、そんなさ、あのなんていうの、金が結果的に稼げればもうプロセスとか関係なくね、もう800万稼げれば乞食でも立派な仕事だよもう、だって。あ本当ですか。月収800万、嘘でしょ。え、何、ドバイで乞食したら月収800万。それは嘘だよ、それは嘘だよ。本当言ってんの。え、だってそんな1年行ったらもう1億ぐらい稼げんじゃん。え、だってそれ1年乞食したらもう1億ぐらいになるじゃん、それ嘘でしょ。本当に言ってるそれ。一年乞食すれば1億稼げんじゃん、そんな。ちょっと待って、ググる。ドバイ、乞食、ドバイ乞食でいいの？ドバイ乞食で出てくんの？マジっすか？本当に出てきた。ドバイでアンチ物乞い法が可決。え、でもちょっと待って、アンチ物乞い法ってことはどういうこと？乞食ができなくなるってこと？乞食ができなくなるってことどういうこと？おいおいおい、ちょっと待って、ちょっと俺と同じこと言ってるよ。ちょっと俺ちょっと冗談交じりで言ったのに。物乞いがビジネスになる理由って書いてあるよ、ここに。ちょっと。みんな見てよ、これ。物乞いがビジネスになる理由。俺と同じこと言ってんじゃん、これ。俺ちょっと半分ぐらい冗談で言ったのに。いや、9割ぐらい冗談で言ったのに。
俺さっき言ったよね。俺こんなん知らなかったかんね、こんなの。こじきでも、800万も稼げたらもう仕事と一緒じゃんみたいなこと言ったじゃん。うわ、マジかよ。俺と同じこと言ってる、これ。アラブ、首長連合でアンチ、物乞い法案が可決された。これにより、UAE 国内で物乞いした場合には、現地通貨5000デュラハム、かっこ日本円にして約15万円、もしくは最大で3ヶ月の禁錮刑が課せられる。ダメじゃん、これ犯罪になったってこと？ダメじゃん。こじきが犯罪になってるやん、これ。さらに、こじきを組織化し、集団で物乞いを行った場合には、6ヶ月以上の禁錮刑、もしくは10万ディルハム、かっこ300万円の罰金が課せられるだって。あまりにもこじきが稼ぎすぎて、なんか組織でそういうのをなんか計画してやろうとしてる奴らさえ現れてるってことか。でもそれが犯罪になってるみたいだね。マジで？ホストの月収をしのぐプロこじきの実力とは。確かに、ホストなんかよりこじきの方が稼いでる世界やん、こんなの。いや、ダメでしょ。だってこれ犯罪になったんだって。ダメじゃん。これダメじゃん。犯罪になっちゃったらダメじゃん、もう。だから、新しい法律ができたんでしょ？新しい法律が。今から言ったって遅いよ。そうだよ、子供の手足を切り落として稼ぐ集団いる。うわ、ひどいな。それひどいな。そういうことが、なんか行われてるから、こういう法律を作ったってのもあんのかね。それひどいな。マジで？ひどいね。で、それであれでしょ？なんかもう、同情誘って、もうこんなじゃ働けないでしょ？みたいな。だからお金くださいみたいなのを誰かになんかをやらすってこと？ひどいな、それ。やばいでしょ、それ。あまりにも、その、なんていうの、その、こじきが稼ぎすぎて、もう感覚狂ってるやん、それ。自分の子供にする。マジかよ、やばいな。怖いね、そんなの。恐ろしい世界だ、ほんと、それは。やばいな。いや、俺知らなかった、そんなの。旅行客から、子供がお金をもらって組織にお金をやるシステム。マジで？知らんかった、それ。怖いな。なんかそんなこと聞かされると怖いぞ。なんかもう、なんていうの？人が社交心を煽られすぎて、狂ってる、いい見本じゃん、そんなの。人の社交心って煽られるほど、ろくなことになんないからね。人間の欲望が刺激され、もう結果なんか争い事とかそういうなんかゴミみたいなことが起こって、ろくなことに絶対なんないから。映画にもなった、知らない。俺その映画知らないもん。怖っ。すごい怖いね。マジっすか。ドバイで高級シャンパンの瓶の蓋を安い酒にすり替えてアラブの富豪にぶつかって落として弁償されたとき100万くらいよ。もう詐欺じゃん、それ。やってること詐欺やん、それ。やばいね。そんな世界があるんだ。マジかよ。なんかさ、有名な人とかでもたまに聞くよね。なんか日本でもさ、なんか名の知れた芸能人とかはさ、なんかこうとんでもないさ、なんか大金持ちの社長さんとかにさ気に入られてさ、なんか小遣いでなんか100万もらったとかさ、なんか高いものもらったとか、なんかそういう人いるよね。なんか気に入られてみたいな。いやー、マジかよ。ドバイってのはそういう日本のそういう一部の金持ちみたいな人がとてつもなく量産されてて、いや、むしろ日本以上の
金持ちみたいなのもいるんでしょう、うん、でそういう人たちが溢れてるからなんかもう別に一般人の乞食ですらその乞食で成り上がることがあのできる可能性を秘めてるっていうそういう国ってことか。ええー、やばいねドバイってやべえんだな。おマジかよ。じゃあトイレ行ってこようかな。トイレ行ってくるわ。でもある意味さ、フワッチってさ、日本海のドバイみたいなもんじゃない？ちょっとトイレ行ってくる。